はい、おはようございます、りょうすです。今日は7月15日土曜日の、ただいまの時刻は午前6時2分です。はい、例えば今回やってきたのは東武日光線の板倉東洋大前駅ですね。バスが1台いますね。こっち側初めて来たな。反対側へ行ったことあるけど、こっち側に来るのは初めてかも。バスがいますね。館林駅東口行き、バスで館林駅に行けるのがいいですね。まあ今回はまあ近くの駐車場に車で来ました。まあ朝早すぎますからね。ちょうど東武日光線の上り列車、南栗橋行きですかね、が見えてきましたね。2400。そういえばですね、もう日光線はもう全部の車両が、まああの2400になったわけですが、一度も乗ったことない。そう、日光線が全部2400になってから、特に新栃木北とか乗ったことないんですよね。前乗ったのは6050系だらけだった頃なんですよ。まあそんな話はまあさておいて、まあ列車に乗りましょう。とりあえず東武日光線を下っていきましょう。今回降りるのは野岩線のとある駅なんで、野岩線までの切符って言ってんのかな。あ、売ってますね。とりあえず野岩線までの切符買いましょう。お、スペーシア X のなんかありますね。もらっていこうかな。もらっていきましょう。とりあえず切符を買いましょうか。一応野岩線、会津線は買えるんですけど、反対側の半蔵門線とかそっちの地下鉄方面の切符は買えないみたいですね。とりあえずこれ一応もらっておきましょう。駅員はいんのかな。すごいこれ静かですね。そしてこの広さにもかかわらず改札機は2台だけというね、サービス。前まで、まあ、今確かここ板倉東洋大前のという名の通り東洋大学のキャンパスがあるみたいなんですけど、移転するらしいですからね。とりあえず下りは3、4番線か。次に来るのが6時17分の東武宇都宮行き、あれに乗ろうと思います。さっき電車が出たばかりなのに、上りにはもうお客さんがいますわ。下りはいるかな。一応初電での2本目なんですけど、まあ初電じゃなくても一応間に合いますのでね。まあ初電か2本目なら間に合う感じですからね。こうしてみるとなかなか板倉東洋大前って、まあいい撮影地ですよね。まあよく撮影者がいるのを見かけますが、ネタ連とか走るとき。一応駅前にはこういう通り3期とかドラッグセームス、あとフレッセとかあるんですけど、当然この時間はやってないですからね。コンビニの1つや2つあってもいいと思うんですけど、コンビニがないとちょっとやっぱ不便ですよね。ちょっと奥に離れたところにはまあニュータウンかな、まあ一戸建ての住宅街が並んでいます。あとは向こうはあんま家がとかアパートがちょっと並んでるくらいで何もないんですけどね。一応こんな駅ですが、リバティが朝泊まるみたいですね。まあリバティ確か最初の1号101号がここに泊まるみたいなんですけど、まあそれに乗ってもいいんですが、それだといけないんですよね、うまい時間に。確か上りも1本だけ泊まるんですが、そっちはスペシアだったかな。上り電車がやってきましたね。また南栗橋行き、なんとこれは1本しかいない、あの例の側面とか中がイチゴの、イチゴだけどイチゴ王国ラッピング編成ですね。
これ朝から幸先いいものを見ましたね。まあもうすぐこっちも下り列車も来るでしょう。あ、ちょうどライトが見えましたね。まあまあ学生、まあまあ乗ってますね。どうせならもっとゴドア車のとこ乗るか。2400の40番台ですね。あ、でもこっちの方が空いてるかな。今回の降りたのは東武宇都宮行きの方だったんで、栃木駅で始発の東武日光行きに乗り換えました。444、向こうが443だったんで連番ですね。何分発だ、43分だから、まあ7分時間があるのか。向こうの2枚の400は何番台だったか見とけばよかったな。まあそれはともかく。栃木駅の駅名表っすね。いちご王国ライン、宇都宮線にはそういうのが付けられてるみたいです。なんか宇都宮なんだから1号国ラインより餃子ラインの方がいい気がするのは気のせいかな。向こうに羊毛線の211系ができましたね。211系もなんか最近廃車が進んでるようで、あ、前パン、ダブルパンタがですね、紐取り用のパンタグラフがついてる編成です。今日でスペーシア X 運転開始ですから、スペーシア X の乗車駅案内もついてますね。特急鬼怒川、特急日光、スペーシア、こちら鬼怒川日光、そしてリバティ、またがスペーシア X、 2400。こうしてみると栃木駅たくさん乗車駅の案内はありますね。とはいえこの元ゴドア社のインパクト、なんといってもなんかこのゴドア社のインパクトは凄まじいですよね。この無理やり埋めましたか。本当誰が見ても元ゴドア社ってはっきりわかるね。でまあこんな日光の方にもこう2400ですからね。前に本当に日光線のこの新栃木とか栃木北乗った時は6050の方が多かったですからね。2400いたかなってか頃かな、まだいなかったから2400か。まあそんくらい久しぶりなんですよね、日光線の。何分発だっけ、43分だから3分くらい発車するのか。とりあえず反対側の211系が来る、両毛線が来るみたいですから、ちょっとそれを見てみましょう。両毛線もまあまあいますね。左側は6両編成ですね。3+3の6両編成。まあもう乗っておくかな、もうそろそろ乗ろうか。ということで改めて今後次乗るのはこちらの東武日光行きです。これの1本前は新藤原まで直行する便利な便だなんですけどね、別にそこまで早く行く理由はないんで、これで行きます。
もっとごどだし、中から見てもこの窓のえげつないの並び。もうこのここに戸袋窓があって、この大きいところがもともと窓があった場所、ドアがあった場所ですね。そこだけなんか一人当たりの座席が広くなっています。普通のだとここ10人掛けですが、ここは9人掛けになっているみたいです。The doors on the right side will open. Passengers changing to the Kinazawa Line 4 Shin Fujiwara, please transfer at this station. ということでですね、下今市駅に到着しました。そして次が4分後の新藤原駅隣にいるやつですね。こちらは5ドア車がない、元5ドア車がない、全部元2万70系の10番台で10番台ですね。そしてこちらには D0 点の1109号機北斗星食があります。
向こうにリバティと茶色の客車、12系客車がいますね。ちょっとちょうど2万400に隠れてみないですか。死ってなんだろう、死運転かな。売店もやってないですからね。何かカゴにも買えないですよね。まあでも4分で買うのはちょっと無理があるっていうか、乗り換え時間あんまりいませんね。普通に鬼怒川線は乗るの初めてですからね。楽しみですよ。乗り降りの際には、それにしても元地下鉄局長で活躍した車両がこうやって山の中の単線区間に入るのってなんかいいですよね。ここから単線区間ですよ。すげえな、音がカーブで音がガーガー言ってんのすげえな。あ、もうダイヤ向こうなんだ。すごい田舎の区間にしてはすぐなんですね。それで今渡ってんのがダイヤ川ですね。その向こうにダイヤ向こう。ということで、東武鉄道の最果て、会津高原じゃないや、新藤原駅に到着しました。東武鉄道の最果てですね。まで2万400が来るようになるとはね。ということで、とりあえず東武鉄道の最果ての駅、新藤原まで来ました。続きは別の動画で。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴していただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録してくださると嬉しいです。次回の動画もぜひ見てくださいね。バイバーイ。